お母さん、お父さんへ。私はお母さんが遅く仕事から帰ってくるとき、疲れた顔を見ると大丈夫かなと思います。だってまだ料理の準備もあるし、夜だって洗濯物、食器洗いもあるのに、どうしてそんな元気でいられるの？でも私はお母さんが疲れているのが分かっているのに、いつも甘えたくて喧嘩をしちゃうときも時々ありました。それで口を聞かなくて無視をしたり、些細なことですぐ言い合いになるよね。だから仕事中ではお母さんは頑張って、夜ではたくさんお手伝いするからね。洗濯物を一緒に畳んだり、会議行くときは皿洗いと夜食の準備は任せて。話は変わるけど次はお父さんです。手紙を書くことはあまりないからお父さんへ書くね。勉強のことでは自分で考えるから応援してね。算数では先生の話をちゃんと聞いてお父さんをびっくりさせるからね。今頑張れば兄ちゃんを追い越すかもしれないよ。部活のバドミントンもなるべく早く上達できるように努力します。学校で勉強と部活どっちとも頑張ります。お父さんも野球を頑張ってください。お父さんお母さん今まで育ててくれてありがとう。二人とも大好き、あかねより。これお父さんに書きたくなかったけど、お父さんに書かなくちゃいけなかったから。しかもお父さんめっちゃ算数のことで口うるさく、なんか教えるのが怖かったから、自分で考えるから応援してねって言ってる。もう言わないでねみたいな、口うるさく言わないでねみたいな。はい、ということでもうこんな感じで終わってるんで、自分の洋服たちが片付けまーす。一回めっちゃ汚くて、でまた掃除して、あ、綺麗になった、もう今度こそ絶対もう次出した洋服はちゃんと一枚一枚着たら捨てるんじゃなくて戻す、ちゃんとタンスに戻すっていう片付けした後に思うんだけど、また汚くなってる。なぜかまた一気に片付ければいいやって思っちゃうんだよね。あんだけ後悔するのに、いつも一個一個を綺麗に直せばこんなことにはならないのに、行ったらいつも学ばないということで片付けまーす。てかまずなんか洋服の数と直すところが見合ってないんだよね。需要と供給が見合ってない。だからまずは収納するところを買わないといけないか、いらない洋服は捨てるか。いらない洋服もね、着てない洋服もね、いっぱいあるからね、捨てれるっちゃ捨てれるんだけど、私 K-POP のダンスを踊るじゃないですか。その時に自分の地のある洋服でやるっていうのをモットーにしてるので、なので、ああ、あの洋服捨てなきゃよかったって思う時がいっぱいあるので、捨てれないんですよね。収納どんなのがいいかな。これがね、もうすごい傾いてるんだよね。もう今にも崩れそうなハンガー立てだから買いたい。で思い出した、なんかマッチングアプリの人の一人暮らしの家に、ね、見て見てこれ買ったんだみたいに言われて、なんかすごい洋服屋さんみたいな収納を買ってる人がいて、これいいなって思い出した。これ私も欲しいって思い出した。その人とはお遊びでした。なんか桜町で集合して、オレンジでなんかコムドット見ようみたいな感じでコムドット見てイチャイチャして、なんか急に指数を狭まれて、私はまだなんかウブだったから、その人がマッチングアプリで初めてのなんかイチャイチャみたいな感じだったから、だからもうこうやって急に来た時に、いや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 みたいな。でももうそっから 2,3 回会って、でもやりはせずに、もう付き合ってない人以外やりたくなかったから。でまた話変わるんだけどさ、私やばいよ、めっちゃ食ってる最近。生理前で、なんで生理前ってこんなにさ、食べても食べてもね、お腹いっぱいになんないの。最近いい調子だったのに、今日もメロンパン、朝から菓子パンはいけないの。筋肉、いや中山筋肉くんが言ってた。メロンパンと、まあ、ヨーグルトはいい、ヨーグルト、バナナ1本、スイカ5個ぐらい。納豆を食べたら食欲スイッチオンしちゃうんだよね。なんかチョコレートが埋まってたから、チョコレートとミックスナッツがあったから、チョコレートの中にミックスナッツ入れて、もう最悪な高カロリーなものが出来上がって、それを食べてしまった。
チョコレートの口で終われないから、なんかさっぱりしたも口で終わりたいのよ。まあ言い訳でしかないんだけど、カルピスのあのさっぱりしたアイスがあるんだけど、それでやばい、もう昨日も食べ過ぎたし、あやっと痩せれると思ったら月1でお菓子が来るんですよ。私は目の前にあったら食べ物食べちゃうから。そう、私なんと相席屋に行きました。なんか人生で1回は行きたくて、相席屋に。私相席屋って普通の居酒屋で相席システムがあるのかなと思ってたんだけど、普通の居酒屋じゃなくてもうラウンジみたいな感じで、で今までは無料、本当に無料なのかなって思って行けなかったの、怖くて。なんか無料って、女性は無料って書いてあるけど本当は払わなきゃいけないんじゃないかとか思ってたんだけど、友達が相席屋に行ったって言ってて、本当に無料だったよって言ってたから行ってきました。まず相席屋だけで行けないから、あの緊張して、韓国料理のお店でちょっと食べて、ちょっと酔って勢いが出てからの相席屋に行こうと思って。もう今日私片付けれない、直すスペースがないから片付けれないわ、これどうやっても無理だ。でなんか今女性が何人、女性が何人とか、あ男性が何人とか見れるの。もう私行けない行けないって、その韓国料理屋さんで行くために来たのに、町にもう行けない行けない無理無理無理とか言って、でも男性が3人ぐらいで女性が5人ぐらいだったから、じゃあ今のうち行こうってなって、だから緊張してる、なんか初心者の人は少ない時に行った方がいいと思う。もう11時とか10時とか12時とかになってくるとマジで80、50ぐらいだったと思う。もうめっちゃ楽しかったな。まず入る前に女の人っていうか立ってて、あこちらに来られましたかみたいな感じの目で見てきて、その店員さんがマジで可愛いの。でもどっかのインフルエンサーですかっていうぐらい可愛くて、初めてでって言って、多分女も男も見せなくちゃいけなくて、身分証見せて入って説明してもらって、初めてなんですけどみたいな。でなんか無料のメニューもあるし、ナッツとか枝豆とか無料のお酒もあるし、男性と飲んでる間は何頼んでも男性が払ってくれるから本当に無料だし、男性がいない間に有料のものを頼んじゃったらお金かかるけど、でバレないように、で全部タッチパネルでこの男の人交換したいと思ったら交換するみたいな、でお会計したかったらお会計するみたいなのを押せて、全部注文も全部タッチパネルだからバレない。その画面を見られたらバレるけど、で早速で2人友達と座って緊張して待ってたら、あの早速男性が来たんですけどどうですかみたいな感じで、えどんな感じの人なんですかって言って、30代で私たちが話した時はすごい優しそうで、ちょっと賢そうで公務員でしたみたいな感じで、そう店員さんもどんな人か教えてくれるので、店員さんも私たちぐらいの若い女の人とか若い男の人だから、マジでさ初めてで怖いんですみたいな言ったら、じゃあ私が一緒に乾杯って言うんでもう大丈夫ですみたいな、男性がリードしてくれるんでみたいな、本当に友達みたいな、優しくて店員さんがマジでおすすめで、早速私がずっとテーブルに、私たちがずっとテーブルに行って男性が交換するのかなって思ったら、私がその男性のテーブルに行くこともあるし、男性がこっちのテーブルに来ることもあるし、だから移動するのね、荷物を持って、だから本当にキャバクラみたいになった気分で、こんにちは、はじめましてって言ってめっちゃもうキャバクラ体験入店した気分だった。でもその男の人は、まあ、顔は普通で、まあ、一人の人はまあかっこいいかなっていうか、まあ、30代だしもう慣れてる感じだった。もう毎週毎週ここに来てますみたいな感じの人で、なんかもう5分ぐらい経ったら、本当はタッチパネルで交換するっていうのを押さないと、どっちかが、男性も押せるのね、交換したいっていう。だからもう5分ぐらいで話が盛り上がってたのに、結構なんか女性の方移動しましょうかみたいな感じで来て、まさか私たち押された交換するってと思って、でも店員さんに聞いたら、えこれって時間決まってるんですか、交換する時間決まってるんですかって言ったら、いや決まってはないですけど、なんかもうこの時間から結構人が増えてくるんで、こうなんか次々
変わってってほしいですみたいな感じで言われて、だから男性が押したのか店員さんが変わってって言ったのか、未だに真相は分かりませんが交換して、でも結局ね私たちね2組しか交換できなかったの。もうなんか疲れるもう同じ人でいいやってなっちゃう。私たちは当たりが良くて、もう本当に2組ともいい人だった。朝の6時まで空いてるから持ち帰り目的の人もいっぱいいると思う。でも楽しかった。2組目の人はマジで1人がおっさんで、もう1人がマジチャラい、もうなんかいかつい見た目、エグザイル建築士みたいな感じの人で、まあでも本当にお話楽しかった。私いつもマッチングアプリの時なんかデブとかブスとかもうブラックとか言ってるけど、マジで相席屋になると付き合う前提として見てないから、普通にどんな人が来ても楽しいかも、お話がうまかったら。でも交換してさ、また新しくさ、なんかどこの仕事してるの、何歳ぐらいなの、どこら辺住んでるのっていう話もめんどくさいしさ、だからもうずっとその2組目の人たちと喋っちゃって、あ、そう、私たちはこういう格好で行って、なんかサンダルで行ったらいけないとか書いてあって、でそしたらサンダルダメなんだけど、そのおっさんクロックス履いてて、しかも歯がないのねマジでボロボロの服で、なんでここ入れたのみたいな、クロックスじゃないですか、クロックスダメですよみたいな感じで喋ったんだけど、でも店員さんからはもし人がいっぱいになったら、もしかしたらその出てってもらうかもしれないですみたいな言われたらしい。まあおっさんだったんだけど楽しくて、なんかその人たちもなんかその相席屋に来たくて来たんじゃなくて、なんかどこの居酒屋も空いてなくて、なんかとりあえずここが空いてて店員さんにキャッチされたから来たみたいな感じで、しかも出張で来たみたいな、熊本に来たみたいな感じの人だったから、全然出会い目的の人たちじゃなかったから普通に楽しかった。そのいかつい人も、最初私たちが店内に入った時、そのいかつい人が見えて、うわっこの人の席には絶対座りたくない、この人には絶対当たりたくないと思って私たち座ったのね。あの人絶対嫌だよね、あの人と当たるの絶対嫌だよねって話してたんだけど、うわ当たった最悪って思って、こんにちはって怖いなと思いながら言ったんだけど、見た目で決めたらダメだねっていう感じで、めっちゃ優しくて、お酒弱いんすよみたいな感じで、あでもちょっと自慢がすごかった、あのなんか大悟、あ千鳥の大悟とノブと飲んだことありますみたいな、大悟は投げみたいな、ノブは態度悪いみたいな感じで言って、まあ、マウント取りたかったのかなみたいな。2時間ぐらいその2組目の人たちと喋ったから、もう帰ろっかっていうことになって、あじゃあ交換したい時はなんかこうやって前髪触って、こうするようにしようって合図を決めてて、で目でこうやって押してみたいな、もう帰ろうみたいな、でトイレ行ったりするときにもう帰ろうみたいな、帰って、でお会計も0円、多分に何時間か以上いたお客様は、まあ最初だけか分かんないけど500円のアマゾンギフトももらえて、めっちゃよくない、絶対絶対ハマっちゃうと思って、友達とかなんかただ飯食いにめっちゃ行ってるから、マジでこれハマっちゃう人はハマっちゃうし、時間潰したい人とか無料で飲めるじゃん。でもね、女子トイレの会話がめっちゃ面白かった。裏の女みたいな、表ではキャンキャンキャンって喋ってるけど、女子トイレではみんな、ねえあの人マジなんなの、なんかもう交換しようみたいな感じで、もう私チェンジ次押すわみたいな感じで、もなんかドラマの世界っていう感じで、とりあえず私の今年の目標は相席屋に行くっていうことなので達成できました。言うの忘れてた、その相席屋のお店を出た後に、最初の一組目の二人の男性とすれ違って、おさっきのみたいになって、わやばいこれは誘われる感じだなって思って、え何今からどこ行くのみたいな、いやもう帰るみたいな、お父さんが迎えに来るからみたいな多分そうやって言わなかったら多分一緒にどっか連れてかれるところだったけど、で LINE 交換しよう、 LINE かインスタ交換しようよって言って、インスタ持ってないって言って嘘だけど、でじゃあ LINE 交換しようって言って、この時にめっちゃ使えるいい方法があるんだけど、 LINE を交換、私が読み取って追加しないっていう、はいじゃあ後で送っとくねって言って、わかるかな、
追加ボタンは押さない。それ良くないめっちゃ。だから私その方法いつもやってる。なんかフワちゃんもその方法やってるって聞いて真似した。あのもうお父さんが迎えに来るって言ったからその方法もめっちゃいい。もうそれではじゃあバイバイ、いつかなんかまた4人で飲もうよってなって飲むわけねえだろうと思ってでバイバイってなりました。あぶねー、相変わらず片付きませんでした。バイバーイ、急いで片付けよう。